よみがえれ福留、行こう。福留邪魔だな。いやでもよみがえれ福留は今日よみがえる、信じよう。きた、顔つきがちげえわ。いい、フォームもいいね。何番背負ってんのお前。53番、待て待て、53番大丈夫か。ゴミって言われたいか福留さん、大丈夫か。俺言ったつもりないからな。ゴミって言われたいか。53番ってやめようか。よくねえわ。でも私と戦闘力は53万だからな。よかったな、フリーザがいて。フリーザがいなかったら53っていう数字はゴミとしか言われてなかったな。よかった。フリーザが全てを背負ってくれてよかった。ってやってくださいね、ワキラさん。やっぱね、先輩、一時期先輩だったね、やっぱ福留孝介さんもね、やっぱフォアボール選ぶなりしてね、活躍してくれたんでね。やっぱそれに、影響受けないようじゃね。やっぱりいつまで経っても。福留まだ残ってたわ。変えたと思ってた俺、普通に。先輩見せてあれ。いいねー、おい、アキラー、おい。アキラー、ここで打つかよ。シーズン中てや。おい。何回かあったやろ、お前、機会。優勝争いしてる時あっただろう。小物に見えるからやめろ、シーズン終わってから、順位確定してから打つの。2004年10月27日に生を受けました。今後、タイピンチェフ、怪我しにくさい、決して頑丈な体ではありませんが、緊急登板、打球反応丸。まあ、ちょっと物足りないけど、別にここら辺あっても仕方ないみたいな能力だから、正直、物足りなさはあるけど、まあ、なんといっても最速157キロで、高卒1年目。まあ、魅力の塊でしょう。行ってこい、今後。まあ、ちょっとフォームが気になるな。いいね。このプロスピ特有の感情のこもってない顔ね。まあ、あるんだろうけど。ああ、金剛力士打たれちゃった、ワンボロンに。ああ。ワンボロンって打たれちゃダメよ。プロ野球スピリッツはちょっとね、なんとも非常でね、2021年が終わった段階でね、石川さんをね、自由契約にするっていうね。ヤクルトがとんでもないことしたから、まあ、投手コーチもできるから、この石川さんを採用したわけなんだけど、その石川さんの涙の最終登板を。頑張れ。いい。やっぱいいね。そこでこう引き締めて三振を奪えるってのがやっぱなんといってもこの石川さんの長年の投球術。素晴らしいね。よく頑張った、石川さん。最後、まあ消化試合してたんで、勝率はちょっと下がっちゃったけど、6割1分9厘、勝率6割超えることのない昨今。まあよくやったでしょう。まあ投手成績もね、結果的には、まあ、消化試合とかしながらも、防御率なんとか1位、救援。まあ、救援はちょっとまあ、トレードとか取ったから、ちょっと、せこいところもあるけど。で、なんといってもここでね、盗塁202、チーム盗塁数200の成功率8割。これはなんといっても素晴らしい。ほぼ、ダブルスコアではないけど、やっぱ2位と80差はちょっとやっぱとんでもない。まあでもエラー数一番少ねえじゃん。ようやってるわ。ここの差じゃないですか、オリックスバファローさん。まさかここで差がつくなんてね。いや、雄大使うぐらいならちょっとヒコちゃん試してみるか。やっぱ若い血を入れることで何か変わるかもしれない。ヒコちゃんショートにしてみよう。まあ、ここで、まあ、若さゆえの、この後半戦、まあ、消化試合でようやく出てきたこのヒコニャン、ヒコサカちゃんをスタメン使うことによって、やっぱ選手たちはどこかね、気合が入るんじゃないかと。安いね。やっぱ危機感なんだな、大事なのは。やっぱり。あ、藤岡さんが変えられた。初戦で結果残さなかった藤岡さんが変えられた。やっぱそこの危機感なんよな。
っぱそこの危機感がやっぱりチームを変える。あ、これなんか変になんかされるから申告ケースしちゃおう。バーカ、ふん、勝負なんかするかよ。へえ、逃げよ逃げよ、勝負なんかするかよ。勝負しないことは恥ずかしいことじゃありません。勝つためにやってるんだから。はあ、これでよかったなんて。ちょっと、ね、熱血スポコン漫画見すぎてたな。勝負しなきゃいけないってもんだと思ってたわ。熱血スポコン漫画見すぎた。この勝負絶対に負けられねえとかね、そういうのもいらないのよ別に。俺のストレート、あいつはすごいバッターだけど、俺のストレートどこまで通用するか見てみたいぜみたいな、そういうのいらないから別に。フォアボールでいいよ、勝つためにやってんだから。あれ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 れあれれ、入らないんだもん、勝負にならんわ。でもこれやっぱ8回に取られる追加点は痛いよやっぱり。これは林くん行こう。まあちょっと安守備うまいからあれだけど、まあ林くん見た左打てないしな、どうせこいつ。時に俺は選手のことをこいつと呼ぶ。それでもいいじゃないか、いつまでも優しいわけじゃない監督だって。厳しく行くときは厳しく行く、そこのメリハリが大事。頑張れ林くん。安田にはこいつって言ってて、林くんには林くんって言うんだな。よくないよくない、無理無理。もう逆転だこれで。宗福田、杉本、吉田、はいはい、何回も夢で見たわ、何回も夢でうなされた。宗福田、杉本、吉田、紅林なんかすげえ俳句みたいだな。宗、宗福田、杉本、吉田、クレ、5、4、5じゃん。すご。オリックスすご。宗福田、杉本、吉田、紅林。ポン。まだいけるもんな。足立どうだ、左の方が打てるか、お前。ああ、打てるんだ。はい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 。なるほどね。はいはいはい。小島パターンね。頼む石川さん。あー、そうなるとは予想しないな。外れた、スーパーコンピューターと言われた俺の計算が外れた。くそ、この世で勝てるのはスーパーコンピューターしかいないと言われた俺の頭脳が負けた。俺の計算だったら 125% を勝つ予定だったのに。まここまで計算内なんですけどね。岩崎はこんなもんじゃねえ、俺たちの岩崎は。よーし、油断するなよ、歯茎見せんなよ。よし歯茎は見せすぎだな、歯見せれないよ、だか歯茎だと見せすぎだな。にかーって笑ってるな。ごめん、歯茎は見せるな、いついかなる時も。こういう場面は歯を見せるな。そっか、相手ピッチャーわかんないのか。これなんか裏技で分かったらしねえのこれ。あ、分かりそう。え、分かりそう。え？はてなはてなはてなじゃなくない？分かるって。そんなバカじゃないもん、だって。そんなバカじゃないって。奥川、小川、寺島、高梨。で、日にちを開けてるから、ってなるだろう。分かるって。いや、高橋刑事とったのでけえ。こうやって見るとでけえな、高橋ケジ取ったの。修正能力が高い。ああ、大丈夫か、これ。山田テストじゃない？山田テストじゃん。なんかもう、フォロースルーが山田テストやもん。なんか、ホームランの時の山田テストやもん。わかるもん。しっかり踏ん張って打つタイプの山田テストね。はいはい。わかるわかる。よくプロスピであるタイプの山田テストじゃなくてね、しっかり踏ん張るタイプのね、あるある。
まずは岩崎さんよ。セットアッパーこの男、冷酷無比だね。感情は見せません。マウンドに上がったからにはポーカーフェイス岩崎。普段はね温厚な人なんですけどね、やっぱマウンドに上がったら、まあ、鉄仮面と言われてるからね、まあ、俺が呼んでるだけだけど、リアルで何て言われてるかは知らないけど、これ幕張の鉄仮面クソ弱そう。ほらね、これ3連続三振取っても岩崎は笑わない。ガッツポーズもしない、ただベンチに帰るだけ、それが当たり前だから。まあ絶不調じゃ無理だろうな。でもこれも扇の高志パワーを信じるしかねえな。扇の高志パワー、扇の高志パワーやっぱ違うんだよね。やっぱりやっぱ神のご加護があるから、扇の高志はどんだけ衰えようと、どんだけ調子悪かろうと打つんだよな。さすが扇の高志だわ。ただ雨が強くなってきてますね。審判ちょっと濡れちゃうから終わりにしよう。審判濡れちゃうわ。まあお客さんもね、まあ選手たちも風邪ひいちゃうから、まあ決して7回で試合成立してるから中心したいってわけじゃなくて、まああくまでねファンの方々のためと、まあ選手のため、まあこれはもう試合成立で我々のコールド勝ちにした方がいいんじゃないかな。ちょっとファンの皆さんがかわいそうだ。別に俺らは9回までやっていいけど、ちょっとファンの人たちはかわいそう。頑張ろう小島、ちょっと手が滑るかもしれんけどね。おい大丈夫か小島、打たれるな青木の力に。まあこういうところで打つのが青木だけど、ほら審判がほらコールドゲームにしないから。ああ、審判のせいだ。もういいって、結局テストの仕様みやん。もういいって、コナミが好きそうな選手ばっか打つやん。いいって、ノリチカと塩見とテツト、なんか誰でも分かるヤクルトのすごい選手じゃん。なんか野球知らなくてもギリ知ってるラインぐらいの選手、塩見知らんか。野球見てなかったら塩見は知らんな。青木のリチカはまだしも塩見は知らんわ。いいんじゃない、あらら、行っちゃうわ。ああ。神宮は狭いな。そら打てるわ、ホームラン。ちょろいわ。いきり散らかしてます。私は今、いきり散らかしています。素晴らしいバッティングだ。タネでぶちかましてこい。終わらせろ。この試合終わらせろ。いいんじゃない？タネちゃん、タネちゃんって言ってるやつ多分いないけど。いいね。川端どこにいんだよ、お前。なんで川端マウンドにいたの、今。なんでマウンドに川端がいんの？タネチ、ぶちかましてこい、お前。ぶちかましてこい、タネチ。ぶちかませ。ぶちかませ、タネチ。気合入りすぎだな。反り込み入れてんな、これ。反り込み入れてるわ、それは。ピースが揃いすぎてるな。どうしよっかな。まさか監督の口からこんな言葉出るとはな。まだチャンスをやろう、種市。優しいぞ。まだチャンスをやろう。帰れ。以上。帰れ、貴様。いい。帰れ、貴様。どこだ、実家。青森か。帰れ。もういい。青森まで帰れ。親に顔見せてこい、早く。心配してんだから。福ちゃん行こう。いい。福ちゃんいいな、やっぱり。もう構えがいいもん。全然見えないわ。いい。たまらんな。福ちゃんたまらん。構えがいい、本当に。かっけえ。ほらほらほら。本物だ。本物の選手はここにいる。
選ばれたのは福ちゃんでした。うまいんじゃない和田くん。まさかここで追加点取るのが和田くんとはな。成長したな。うんうん、井口監督も今うんうんって言ってたわ。成長した。ここで追加点取ってくれるのが和田くんなんだもん。今までなんかオースティンだのね、ショーゴとかあったのに、ここでタイムレスの和田くんなんだもん。いい、微笑ました。危ねえって。おい、なんかここでここが勝負だろう。ここら辺は知ってる知ってる。ここでコーチが声をかけました。ここで声をかけました。出てきました高津監督。テストな、お前ならやってくれると信じてる。ヤクルトファンが見守ってるこの神宮で打ってくれると信じてる。高津監督が言いました。打つんかい。もうちょっといい勝負したかったな正直。まあうちらにとって日本が狭すぎたのかな。行こうぜマンカフェ。今年一年よく頑張ってくれた、ね、ヤクルト相手にも日本シリーズまさかの4連投、まさかの4試合で4登板、結構過酷なね、まあ、試合になってしまったけど、その中でしっかり抑えてくれたマッカフェ、お前が MP だよ。ああ、日本って狭いな、4立てで終わるんだもん。マークが分かってんじゃん、プロスピー。そうなんすわ。去年なんかもうなんか初戦投げたローキが MVP になってはってなったんだけど、今年はマークガフよ。これはガチ分かってんじゃんプロスピー。プロスピー分かってんじゃん。ちゃんと4試合4セーブ上げた抑え投手を評価するようになってんだな。分かってる。マークガフいいって。まあいいよいいよ、謙遜するな。ジャパニーズ謙遜覚えるなマークガフ。うちそんな投げ出せないとは思ったけど、結局41登板もしてんだな。オールドポイント11、セーブ25。雑な使われ方してしまったな、マッカフ。ごめんね。防御率 1.79。なんといっても日本シリーズ MVP。まあ、それがあるからね。いいよ、マッカフ。やるよ。持ってけ1億5000万。お前の笑顔が見たいんだ。現状維持ちょっと浅いけどな。まあただ日本シリーズ特別価格ね、いいよ1億乗せてやるよ。特別価格な、完全優勝したから気分がいいわ。まあ勝負はな、去年3割1分の首位出しとかだったからな。まあこれはさすがにダウンだな。まあとはいえ日本一だったからいいでしょう。持ってけバカ、持っていきすぎ。OK。いや、51登板。51登板、57投球か。1.56 は、2000ちょっとじゃないでしょう。1億でしょう、普通に。優しいぜ。うちは。ホワイトなんだね、うちは。1億円プレイヤー多すぎるな。待て待て。調子乗りすぎたかもしれん。1億円プレイヤーが多すぎる。まあまあ、あとはまあ。小園くんアップはないけどな。4600持ってきすぎじゃない？ 3000 でしょ。さすがに持ってきすぎ。調子おんなよ。清め、何がお前、くっそ、これ舐めやがって。どこにあるんじゃ、お前の上がる要素。ねえだろ。2割5分、2割5厘。何が年俸上げてくださいじゃ。足らんわ。もっと活躍しろよ。まあ、西川くんは試合出ただけだろ、お前。試合出ただけでこれはねえわ。さすがに。まあ、プラス200万やるから。はい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 。出た。プロスピアル、社会人ナンバーワンキャッチャーとか言われてるのに、特に注目されてないっていうね。意味がわからない。ナンバーワンじゃねえの。名前ちゃんか、名前ちゃん。九州の怪物、夏の全国大会優勝。名前じゃ行こう。名前、ケント、あやし、高校生。高校生ってなんだ。あ、栗原行かれてるやん。
逆に名前ちゃんがいない？え？いいんですか？まさか？一本釣りだ。え？逆に？誰？アメミヤって。誰？十二球団を騒がせるこのアメミヤっていう男は誰だ？しかもあれいなくね？あ、でもあれか。ウェーバーだから無理だ。ウェーバーだからどっちでも負けるな。仲良しかよ、お前ら。仲良しすぎるだろ。仲良しすぎるって。見てるだろ、お互い。あー、小畑ちゃん行かれた。あ、栗原いいなー、これ。マシコいい。マシコいいなー、これマシコいい、マシコいいやん。頼む。あ、スギちゃん行かれてるな。マシコ行くなって。おもんねー、ヤクルト。負けたからって。マシコ行くなよ。もう、ヤクルト強。栗原マシコ言ってんの。ヤクルト強。は？これもうドラフト評価来てるでしょ。特 S でしょ、特 S 評価でしょ。マシコ栗原の両取りは、球界をざわつかせましたって、これあるだろう。なんとかさんのドラフト評論。ワクさん。いや、ワクさん引退まで見てあげるから、ワクさん。帰ってきなさい。見る。他は、いないな。おい、ノリチカ切られてるやんけ。お前、ヤクルト、非常やな。アレアド。アレアド。あ、国吉。あ。いや、ノリチカ自由契約はちょっと分かってない、ヤクルト。いやー、帰ってきた。ロッテボーのワクさんが。あ、でも今宮対談してる。ファイターズ行ってる。ファイターズをちゃんと補強してる。ベアード。うわ、巨人が。巨人してる。はい。いや、守備終わってる。わしおくん。守備終わってるってあんた。なんだ、レフト守備9。9、19、13ってなんだ？お菓子守んな、そんなやつが。ねえよ、適正。お前適正ねえわ。